FK 戻り茶マクシマは、ボスニアヘルツェゴビナ戻り茶を本拠地とするサッカークラブ。1922年にログリの名で設立し、その後すぐにゾラと解消する。1927年に、クラブは一度解散するが、間もなく、オリンピアという名で新たなクラブを設立し、1938年に FK ドボルと解消した。第二次世界大戦中に、 クラブは消滅するが、1945年に、スロガの名で再びクラブを立ち上げ、1952年、ナプレダクト解消。1969年に、現在の名称となった。ユーゴスラビアリーグ時代は、トップリーグに在籍したことはなく、ボスニア・ヘルツェゴビナ独立後はスルプスカ共和国リーグに、参加した。ボスニア国内リーグ統合後、2003年に、 プレミー・エルリーが昇格。2004年にボスニア・ヘルツェゴビナカップで初タイトルを獲得し、UEFA カップに初出場。2008年にはリーグ初優勝し、UEFA チャンピオンズリーグに初出場した。2010年、再開に終わり、スルプスカ共和国一部リーグへ降格が決まった。2007年、当時のスルプスカ共和国大統領、ミラン・イェリッチが、 モドリチャの試合観戦中に病に倒れ、病院に搬送されるも間もなく死去した。イェリッチは、ボスニア・ヘルツェゴビナサッカー協会会長、スルプスカ共和国サッカー協会会長も務めており、その功績を称えて、モドリチャのスタジアム名は彼の名前へ変更された。ミラン・イェリッチ・スタジアム。ありがとうございます。